福井県大野市は市、くず流川、水系くず流川に建設されたダム。高さ45メートルの重力式、アーチダムで、電源開発の発電用ダムである。同社の用水式水力発電所、長野発電所の会計を形成。上池、くず流ダムとの間で水を往来させ、最大22万キロワットの電力を発生する。1957年、電源開発は、 クズリ川上流部における水力発電所建設計画を発表した。この時点では、和紙ダムの建設はもちろん、揚水発電自体が計画に含まれていなかった。計画に揚水発電を加味するように進めたのは、通商産業省であり、この時揚水発電の元池として、和紙ダムが計画された。クズリダム及び、和紙ダムは1968年に完成し、 長野発電所の運転が開始された。JR 小し北線、九ずり湖駅から国道158号を東へ進んで間もなく和紙ダムである。和紙ダムに蓄えられている水は長野発電所で発電に使用された九ずりダムの水である。その一部は夜間九ずりダムに用水されるが、それ以外は油状発電所を通じて下流に放流される。逆調整地という性格上。 湯上発電所から河川への放流量は大きく変動しない。和紙ダムから湯上発電所へと至る水路の途中にはヤンバルダムがある。和紙ダムの下流でク流側川に合流する糸白川の水は上流の糸白ダム他数機の取水石によってク流ダムに送水されており、それらが取りこぼした水が下流のヤンバルダムで取り入れられ、和ダムからの水と合わせて 油上発電所に送水されている。油上発電所の下流には北陸電力の復現ダムがある。同社もまた当地で開発することを検討していた。しかし、電源開発の計画と競合し、調整の結果、復現ダムから下流部のみを新たに開発するにとどまってしまった。ありがとうございます。